はい、今日も妖怪ガシャ回していきたいなと思います。今日何回回せんだろう。今日3回だ。そしたら今日もブーストコインを回していきたいんだけど、どれがいいかな。あ、これいこうか。天狗。あ、草薙のブーストコインもあるな。どうしようかな。天狗がね、結構強そう。やめよう。草薙でいこう。紫。昨日はゴルニャンのブーストコインを回してようやく4回目で出てきてくれたんだけど、これはどうかな。あ、これ来たんじゃない。やべえ、来た。草薙来てくれた。ありがとうございます。草薙来た。いいね、草薙かっこいいね。草薙が出てしまったということは、この真剣草薙もういらないよね、出ても。さあ、じゃあ次は何しようかな。何回そうかな。どうしようかな。なんか適当な、これにするか。どうするか、どうするか。そしたらどうしようかな。これ回してみよう。普通のコイン。紫。よく出るな、このフォースバスター G。 あー、回せない。もう1日10回ぐらい回したいんだけど。いや、さっきゲットできた草薙、どんな感じの妖怪なのかな。役割、アタッカー、レベルはもちろん1位なんだよね。そうなんだよな。超クリティカル、クリティカルの威力がより高くなる。あ、いいね。ただし回避を持ってないのか。そっかそっか、アタッカーなのに回避を持ってないんだ。必殺技真剣草薙、渾身の一撃で近くの敵に大ダメージ。なるほど、 OK、 分かった。もう分かった。そしたらちょっとセーブして、またちょっとコンにしてみよう。草薙をちょっとコンにしてみよう。こうか。多分またクリティカルに関係するコンになるんじゃないかなと思うんだけどね。コン変化、草薙、草薙がどこにいる。草薙。あ、これレベル順に並んでるのか。レベル、あ、いた、これだ。お、出てきた。元祖本家真打ちの時は草薙はクリティカルに関係するね、コンだったんだけど、今回は、あ、技を貯めている間素早さがアップか。技を貯めている間素早さがアップってどういうこと。技を貯めている間必殺技のゲージがたまりつつ間、必殺技のゲージが溜まっている間は素早さがアップってことかな。ちょっとよくわかんないですねこれ。はい、ということで今回は、まあ、草薙が出てきてくれたということで、めでたくここで終わりにしたいなと思います。